フェラーリ 250LM はイタリアの自動車メーカーのフェラーリが先代の GT カー 250GTO の戦闘力低下を補うために生産した車。250LM の LM とはルーマンの頭文字。フェラーリは1962年から1964年の GT3 選手権で3年連続チャンピオンシップを獲得した。 フロントエンジンモデルの 250GTO に限界を感じており、その発展型後継モデルとして、ミッドシップレイアウトを取る 250LM を1963年秋のパリサロンでデビューさせた。それまでの例に倣い、1気筒あたりの排気量を社名としているため、250は 250cc12 気筒イコール 3000cc を示す。 この3リットルエンジンを搭載した車は 300PS を発揮したが、実際には最初の1台を除いて 3286cc、305PS エンジンを搭載していたことから 275LM と呼ばれることもある。当時 GT 選手権に参戦するには、連続する12ヶ月間に100台以上を生産しなければならない規定があったが、 当時のフェラーリは大量生産ができる設備を持たなかったため製作が思うように進まなかった。生産が思うように進まない2 5 0 l m を、エンツオフェラーリは 250GT のエボリューションモデルとして FIA に申請したが 250GTOO の時とは違い FIA に認可されることはなかった。結局プロトタイプの1台を含め生産台数は32台に止まり、 GT3 のホモロゲーションが取れなかったため、250LM はプロトタイプクラスでのエントリーにならざるを得なかった。この決定に腹を立てたエンツオフェラーリは、1965年の GT 選手権に市販型のフェラーリ車をエントリーさせないという強行策に出た。リアーブ、ありがとうございます。